写真拡大、超過密日程を勝ち抜く2020年版の源流戦術とは、120試合の短縮シーズンな上、巨人は10月には13連戦、10月にも10連戦が組み込まれており、ますます日程を圧迫することは必至。攻撃陣では負担分散を念頭に日替わりオーダーを組んでいる一方で、ライバル球団が注目するもう一つの特徴がある。またもや天候に翻弄された。試合開始直前から急激に雨足が強まり、グラウンドはあっという間に水浸しに。今季初めてスタンドを埋めた5000人のファンも泣く泣く帰路につくしかなかった。原辰徳監督、61も残念だねと肩を落としたが、相次ぐ中止に今後の舵取りはますます難しくなる。加えて、この日の中止分も後日に振り返られるため、故障などへのリスクマネジメントは一層重要になってくる。その一つが負担分散策だ。幻に終わったものも含め、試合前に発表されたオーダーは18試合で18通り。この日は3番に楊大観を置くなどの新オーダーだった。全ての試合でメンバーを入れ替える意図について、原監督は本当にチームとしてのスクラムを組んで戦わないといけない、これから日程はもっと密になるだろうしね、今みたいな戦い方というのはあえてしていると言っても過言ではない。その辺、過密日程を睨んでというところもありますと率直に語った。ただ、これは一旦に過ぎない。相手投手が右になった途端に、直ちに左打者を送り出す。その反対もしかり。これまでも原監督はそうだったが、今年はより顕著になっていると思う、石油団関係者。3日の試合では、ベテランの FA 戦士、楊大観の代打に迷わず、5年目の重信を送ったこともあった。その影響もあってか、代打成績はリーグ屈指の打率3割3分3厘。これほどはっきりしていれば、控えの選手たちも自分の出番に向けて準備しやすいはず、どうと見られている。